どうも、ラブチンでーす。百栄遊伝やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日は、おそらく一番面倒であろう、ベーゴマのクエストを完了したいと思います。これ、本当にね、時間かかりますね。全部で、5時間近くかかったな。まあ、とりあえず、行きましょう。嘘。敵強すぎないか。これ、勝てるの？まあまあまあ、とりあえず行ってみましょうか。なんか現状のベーゴマでは、太刀打ちできないような気がするけどな。いや、これもう属性とか、あ、いや、勝てるな。うん。あ、いや、厳しいか。狙っていけば、あ、無理か。厳しいな。あ、これは勝てるな。最後はこれ勝てるね。あー、なんとか2勝頑張ろう。これね、激突バトルを繰り返せばいける。うん、まあまあ結構タイミングは難しいけども、まあ、しっかりと狙っていけばいけるね。うん、これ激突バトルで減らさないとちょっと厳しいですね。 OK、 とりあえず一発目勝てたっていうのはでかい。いいよ。2回目はどうだ。ちょっとね、ベーゴマ変えました。ガードのやつに変えた。よし、いいね。 HP こっちあんまり減らないから、これで耐久戦といこう。あー、でもそんなにね、向こうも減らせないな。いや、厳しいぞ。よし、オッケー。このね、連打はもう連射コントローラーあるんで、それに任せとけば。だ、あ、いや、厳しいな。よし、オッケー、いけた。完璧でしょ。オッケー、ギリだったけどもいけた。あ、勝った勝った勝った。もちろん3回戦目も勝つ気でいきます。やっぱり激突バトルだな、これ鍵となるのは。うん、間違いなくこれ、これを制さない限りこいつにはちょっと厳しいよ。うん、あ、 OK、 余裕。3連勝。あ、あ、え、ここでリードが仲間になるの？なんかこの後、リードと戦って仲間になるのかなと思いきや、あ、あ、仲間になりましたわ。それでは、リードレベル99になりました。ステータスを見ていきましょう。まあ、これだけね、入手がめんどくさい仲間なので、強くあってほしい。ステータスは、あ、悪くないね。ステータス、魔力は低いけども、他は、まあ、波以上の能力があるのではないかな。おー、使いやすそうではある。あ、でもね、アクティブスキルがない。うん、固有スキルがないっていうのはちょっと厳しいな。ルーンはどんな感じ？お！いや、いや、良くない。なんか波だぞ。波。全タイプ、ステータスアップ。パッシブ、魔法、あ、いやいやいや。これは、波のキャラクターですね。むちゃくちゃ強いかなと思いきや、ちょっと期待外れなところがあります。せめてね、全タイプの4が1つついてれば、あ、いや、3ついてれば、まあまあ、まだマシか。うん、全タイプが2つ欲しかったな。もしくは、パッシブの3。それがあれば、まだちょっと使いようがあるかもしれないですけども、波のキャラですね。そんなに強くはなさそう。では一度戦ってみましょうかね。やっぱこういうアクティブスキルがないから、微妙っちゃ微妙なんですけども、まあバフを入れると、それなりの攻撃力にはなるんじゃないかな。全力だ！どうだ。いや、熱血入れて1000いかないか。まあまあ1000ぐらいか。まあまあ防御力はそれなりにあるんで、
物理パーティーとしては一応使っていける感じではあるかな。うん、いやほんと残念すごく涙キャラ、もうちょっと強くあってくれればねよかったんですけども、いや残念だ。はい、ということで今日はリードを仲間にして使ってみました。仲間にするのに5時間ぐらいかかったので相当強いかなと思いきや、リードの能力は、波ですね。ちょっと残念、もう少し強くあればよかったんですけども。はい、ということで、仲間残り2人です。頑張っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。